藤原兼助、藤原兼助上平、3年2月18日は、平安時代中期の公家、家人。藤原北家、宇宙将、藤原俊本の六尾。鴨川堤に邸宅があったことから堤中納言と、合をした。小倉百人一首では、中納言兼助、十六河川の一人、第五天皇の外籍であったことからその、東宮時代より使える。 この頃の地に義父となる、第五天皇のおじで、右大臣に昇る藤原帝邦も、同じく東宮天上しており、この頃より交流があったか。官票9年に、第五天皇が即位すると昇殿を許される。第五天皇に、ひくら人として仕える傍ら、右衛門少尉を兼ね、演技2年15一下に乗爵する。演技三年蔵之介に抜擢されるが、この頃より、 サ方の娘のもとへ通い始める。後、内蔵お言の神、内蔵頭と20年近くの長きにわたって、内蔵領官人を務める傍ら、左平さん、右門さん、左この絵少将といった武官やご位くら人を兼任して引き続き天皇の側近として使える。またこの間、演技十年十五位以上、演技十五年生5位下、演技十六年十四位下と順調に昇進する。 その後も、縁起十七年増人党、縁起十九年左小野江県中条を経て、起二十一年に三位として苦行に列すなど、藤原北家着流ではなかったが、外籍であった、第五天皇や、岐阜の定方の庇護を得て高官に登った。延長五年十三位、県中納言に至る。上平三年二月十八日皇居。去年57。 最終官位は県中名号十三位行右衛門ただし、和歌、還元に優れる。いとこで妻の父である三上右大臣、藤原定邦と共に、当時の家壇の中心的な人物であり、吉つ行や大志高地の三つ根など多くの家人が、邸宅に集まった。古今和歌集以下の直線和歌集に十六種が日州、歌集に、金助州がある。 ミカの腹脇手流るる泉川いつみきとてかこい、シカルラム、深古根コ歌コ集ン恋、996、小倉百人一首、27番、苦行部人による、ソンピ文脈による、宮尾生の孫に紫式部がいる、中納言金助に関するカテゴリありがとうございます。